確かに他県産のものを並んでたら福島県のものはもう頭から原発だからダメだっていう、そういう見方してると思います。でもこれほどモニタリングやって出してるところはないと思うんです。こちらお米に関しても安全安心で、はい、お茶の検査も全品すべてやってから出してるので、その辺は間違いなく、はい、もう地元のもの食べてます。うまいよ、はい。安心じゃないですね。なるべくそれしかなかったら買うけど、あ、でも待って、うん、茨城産だったら買う、福島産だったらもうちょっと、もう申し訳ないけどちょっと考えちゃうとこありますね。直ちに健康に影響はないとか言いつつ、なんか隠している感とかがあったりかもしれないし、子供が小さいから気になる、より神経質に考えるかもしれない、ね、ないって言われても気になる。実は最初の報道が、あの放射能は悲惨したから気付けないって報道は出てなかったからね、むしろ大丈夫ですっていうような、放射能関係に漏れがないないような感じの報道しかなかったから、だから、ね、これ後で事情を知ってね、そんなに濃度が高い時があったのかっていうような、自分たちの子供を保育所に通っている子供に地場産を食べさせないで、自分のものを東京に持ってって安全だからっていうのもちょっと気の引ける部分があるんですけど、が新たに2人ってことは3名になったってことですね。あと甲状腺がんの疑いある人が7名いるっていう、中身見ますと影響ないというのが書いてありますけども、影響ではない、あるかどうかわからないって書いてありますけども、俺らこれ100歳って土地持ってるから逃げるわけにいかないからね、食べじゃここはやっぱ作ってもいても大丈夫だっていう、ボロがやっぱ 強く持たなきゃここで住んでいけないから、どこを信じていいかは俺らも分からないんだけどね。